皆さんこんにちは、私の YouTube チャンネルへようこそ、お元気でいらっしゃることを願っています。BTS の末っ子メンバーであるジョングクが、最新リリース、スタンディングネクスト o You」を通じて再び世界の音楽シーンでその影響力を示しました。この曲はジョングクの成熟した音楽的魅力を引き出すだけでなく、群務中でも彼の影響力と人気が衰えないことを証明し、 世界各地の音楽プラットフォームで新記録を達成しています。発売と同時に、スタンディング・ネクスト・トゥ・ユーは多くの国の iTunes チャートで首位を獲得し、短期間でグローバルチャートでトップの座を確保しました。また、スタンディング・ネクスト・トゥ・ユーは、ジョングクがファンへの感謝を込めてリリースしたアルバム、ゴールデンにも収録されています。 このアルバムはジョングクがステージから離れていてもファンの心に存在し続けたいという思いを反映しています。ポップや R&B、ヒップホップの要素が融合したゴールデンはジョングクの独自のキャラクターと音楽性を表現しており、BTS が長い休止期間中でも世界の音楽シーンでその存在感を維持していることを示しています。スタンディングネクストとユーはアジア、アメリカ、 ヨーロッパなど多くの地域で好意的に受け入れられジョングクが今日の最も影響力のある韓国人ミュージシャンの一人であることを再確認させました彼の軍務中にもかかわらずこの曲の成功はジョングクのキャリアへの並々ならぬ献身とファンへの愛情を反映しています彼は兵役を通じて他のボーイグループメンバーにもインスピレーションを与える存在として模範を示しています ジョングクのスタンディングネクストというやゴールデンの成功は彼の音楽の質が世界的に評価されている証です。特に iTunes での成績はプロモーションなしでの成果であり、多くの音楽評論家が彼の才能と努力を高く評価しています。ジョングクの音楽が物理的な存在を必要とせずともファンの心をつかむ力を持っていることを証明し、 デジタル時代における音楽の広がりを改めて示しています。また、国際メディアからも彼の、ゴールデン、アルバムと、スタンディングネクストトゥユーの音楽性が高く評価され、彼のキャリアにおける重要な節目とみなされています。シャープ・スタンディング・ネクスト・トゥユーやシャープ・ジャング・コック、ゴールデン・アルバムといったハッシュタグが SNS でトレンドになり、多くのファンがジョングクの新曲を聴くことで彼を応援しました。 アーミーたちは、彼が一時的に活動を休止しても彼の成功を喜び彼の才能を称賛し続けるでしょう。ジョングクの今回の成功は、今後さらに広がる音楽キャリアへの大きな一歩となり、軍務後の新たな活動に期待が高まっています。ファンは彼の復帰を心待ちにし、ジョングクがさらに成長した音楽で彼らに新しい感動を与えてくれることを楽しみにしています。この成功は、 彼が誠に比類なき才能の持ち主であることを改めて示し、アーミーとファンたちに誇りをもたらしています。皆さん、今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。感想はコメント欄に書いてください。次の動画でお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。